はい。今回の動画は Windows 11のスタートメニューのピン止めに関するちょっとしたね、小技をご紹介します。 それではね、早速やってみたいと思うんですけども、じゃあちょっとね、新規でですね、何かね、アプリをですね、こちらスタート画面のところにね、ピン止めをしてみたいと思うんですけども、まあ何でもいいんですけども、じゃあ例えばですけども、こちらのアプリをね、まあ、スタートの方にピン止めしたいということであれば、そのアプリのアイコンの上でマウスを右クリックして、このスタートにピン止めするというところをクリックをすると、まあスタート画面の方にですね、今こちらのアプリをピン止めをすることができました。 ではね、ちょっと画面をね、元に戻して、新しくアプリをね、このスタートの方にピン止めをすると、この画面のですね、頭にですね、ピン止めをされるのではなくてですね、一番最後のところですね、まあこちらにね、今先ほどのアプリがピン止めされてますけども、まあ、ピン止めしているアプリが多かったりとかするとですね、少しこスクロールをしないとですね、今ピン止めしたアプリっていうのが出てこないようになっています。 なののでこのピン止めしたアプリというのはですね、まあ、頻繁に使うからピン止めをしたと思うんですけども、まあ、いちいちねこの画面をスクロールするのは面倒なので、まあ、マウスのドラッグ操作でねこの上の方にね持っていってもいいんですけどももっと素早くですね画面の上にね持っていくことができてそのアプリのねアイコンの上でマウスを右クリックしてもらうとこの右クリックのメニューの中にこの先頭に移動という項目がありますのでこちらをクリックします。 はい。そうするとね、こういった形でですね、素早くですね、このスタート画面の先頭にですね、アプリのアイコンを持ってくることができますんで、まあ、先頭で置ければね、このままでもいいですし、あとこのドラッグの操作でですね、この自分の好きな位置にですね、持っていくことができます。 はい、といったことで今回の動画では Windows 11のこのスタート画面の、ね、ピン止めに関するちょっとした小技をご紹介しましたけども、まあ、すごく、ね、頻繁に使うものではないとは思うんですけどもこのスタート画面に、ね、よく使うです、ね、アプリをピン止めをするときに覚えておいてもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。